ライト持ってないかったっけ。おばちゃん、なんでそこにいるの。少女だ。うん、エブリン。何かが来てもおかしくないぞ。あの男の趣味か。ビビりすぎ。さっさと行こうぜ。ない。探しまったよね、あのおばさん。奴が来たら逃げるしかないね。あんなこと言うぐらいだと多分死んではないよ。キーピック言うのか。ショットガンの弾だからいらないって。薬液買っとくか、もしもの時のためにね。なんもなし。ハーブ。アイテムいっぱいになってきたね。作る？薬液でこうガンパウダーとかこういうの作れるのか。困ったね。薬液重要やん、このゲーム。広い。ガンパウダー。ホーム。レリーフゲットー、やったぜ。予報ではでっかい嵐が近づいてるらしい。ほう。数年前の嵐では浸水で後始末に苦労した。屋根や窓を補強しておいた方がよさそうだ。ルーカスに手伝わせとするか。ようやく水が引いた。ほう。休館はひどく傷んでしまった。湿地にでかい船が漂着した後、ルーカスを騒いでいる。本当なら都に通報する必要がある。明日にでも様子を見に行くとしよう。ビデオテープがある。何もなし。今見ていいか。見とくか一応。見てる間にあいつが、見てる間になんかやばいやつが近づいてきたら笑うけど、笑いはせんな。怖いな、単純に。ミヤって書いてあるから、ミヤのミヤ関連か。なかなか再生しないね。ミヤだ。リーさん、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。逃げてんのか、これ。やっぱ動かせる。捕まるわけにはいかない。やっぱ動かせられる。嘘だろ。え？ねえママ、こっちだよ。やめて。そうやって明かり消えるのやめてくんない？今動かしてるのミアだよな。マーガレットから逃げ延びる。なんもないのか。肝を冷やすのはこっちなんだけど。
したらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。嘘だろ。隠れなきゃ隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。超探し回ってる。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。よし逃げよう。アイテムとかは拾っても多分意味はないだろう。さよなら。この家では、あんたには想像もつかないようなことがたくさん起こった。あんたは何も分かりない。それともただ興味がないだけか。どこにいるあいつ。明かりで分かるぞ。いた。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。ゾイ。さんってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。まだいるし。うわまだいる。来ないで、お願いだからこっちに来ないで。そう、喋らないで。喋るから気づかれるんだよ。こっち来てない？こっち来てる？こっち来てるな。バレる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 。バレてもおかしくない？長い長い長い。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。虫って肉食えんだ。そこかよ。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。なんかめっちゃ言ってるけど。こんなところに解放石のなんか部品的な。さっさと今のうち。これが、あ、そういうことか。影絵だね、完全に。逆だ。難しい。これぐらいがちょうどいいか。丸ボタンで決定すればよかったんかい。やつが来るぞ。やつが来るぞ。マーガレット。怖い怖い怖い。手汗がやばい。みんななんか怖い怖いってなんかわざとらしく言ってるなと思ったけど、実際やってみるとやっぱ怖いな。なんとなく分かった気がする。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。
なんで俺が行くところにあいつがいるんだ。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。私たちを受け入れろ。受け？あんたは何一つ分かっていないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。さらば。ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。あっ！何かの部品？何の写真？あ、消えた。嫌な予感。うわっ！どこへ行くつもりだい？ここで映像が途切れた。隠れ上手。褒め言葉として受け取っておこう。長くない？長くない？ただただ長くないかこれ。ミア、どうなってるんだ。この家がただものじゃないっていうのは分かってる。マーガレット、捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運んでおけ。アンティーク、こんなとこにいた。はい、散弾銃。おお、これもなんか鍵がいそうだな。よし、24発。強気にいけると思うけど、けどもうさっきの戦闘からしてもう思いっきり外しまくってるから、もうこれはやばい感じしかしない。アイテムは回復薬は一応3つある。どうしよう。普通にとりあえず保存しておきたいな。ボックス誰だ、これか。ショットはまだ使わないからここに、入れといて、ガンパウダーも薬液がないとダメだよね。レリーフもうすでに、もう向こう入れとく。クアンティークコーンも入れとく。ビデオ、これもいらないな。こんなもん。もうレリーフあんだったらはめとっていいかな。違う違う、これあと2つ。これな、影で使う何かがいいな。ポケットライト欲しいな。閉めとこう。で、確かね、こう真ん中のバスタブ調べるとフラグが立つんだっけ。線を抜いて、スタルチェット。なんだこれは。フラグが当たった。驚いたな、あんなもんでくたばると思ったか。
そんな分かってた、分かってた。やばいやつだ、分かってた。うえ、ちょっと待って。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。人形。扉ぶっ壊していったやつあいつ。上から出るか、下からも出そうだな。こっからやつが探し回るぞ。さあ、あれ手に入れたからもう下にいてもいいかな。どこだ。来るなら来い。近くにいることは間違いないけど、とりあえず来ないんだったらもう来、もうさっさと やることはやってしまう。こう逆か。難しすぎないか。お、成功だ。よし、誰がこんなもの。来ない。多分ね、あ、この中、穴の中に逃げてる時にこの穴の中に入ったら引きずり出されるかも、引きずり出されると思うから距離を取っときたい。ショットガン欲しい。アイテムを探すとかだけど、使う、早速。まだ使わないで、薬液だ。閉まれ、閉まれ。逃げるとき邪魔になる。あぶ、こんなところにあったぜ。ここにあるんだろ、ショットガンの弾。かき集めていこうぜ。精神刺激薬って確かアイテムを探せんだっけ。ほう、やっぱりね。鍵どこで手に入るかな。よし、こっち行ってみるか。36発もある。余裕よ、キーピックない。マジかよ。こんなところにアンティークコインが。うえ、気持ち悪。このゲーム虫めっちゃいるね。子供の絵か。旅行中の夫婦、旦那は成功、12年、嫁はダメだった、廃棄。女子大生3人、全部腐ってやがった、ルーカスのアホめ。腐ってた。不老者のじいさん、3日で天下、13人目。裏にもある。
なんかの写真があった。これは全て奴らの犠牲者なのか。敵が出てきた。出てこれねえんだろ。消えたか。何も、やつらを飛び出してみれば帰ってくれる、消えてくれるっていうのは知ってるから。おお、ハンドガン。あ、何これ。コートにやつらは俺を探してる。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。やつらは外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室。地下に行けと。うん、さっきから体がおかしい。きっとあのクソ料理のせいだ。このまま死ぬくらいならせめて奴らに一矢報いてやりたい。娯楽室の隣部屋にあったショットガン、あれか。他はセーブポイントがあるだけ。あ、キーピックないよね。ないよね。はい、よし、アイテムだけ直していくか。ハーブとかは多分何度かな。多分なんでこんなとこにあるんだ。30発もあるんだ。あ、じゃあ結局使わずにいっぱい入れちゃったね。精神刺激薬は乗っ取っとこ。リビング、リビングにつければいいのこれ。アンティークコインは使わない。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにしたいと思います。撮影はね。次回はレリーフ、今のところあと一つははめ込んだから、あと一つあればいいか。というわけで、次回またやっていきたいと思います。ありがとうございました。